あら、ギャルさんは、まだ見えてませんね。今日は、今日こそは、今まで気になっていたことを、ギャルさんに聞いてみましょう。そう、私が気になっているのは、ギャルさんの、思い出の人。いえ、初恋の人。いやぁ、遅れてすまないっす。ちょっと寝坊したっすよ。ギャルさんが寝坊なんて、珍しいですのね。昨日、夜更かししすぎたっす。まあいいでしょう。では、そろそろ始めましょうか。そうっすね。よろしくっす。こんにちは、さないです。こんにちは、走るバラルっす。今回は、エクジオンの舞台。灼熱のマンティでの、舞台イベントになります。マップは、ニューヨーク。サブフライトシステム等を使って、遊んじゃおうという企画になります。ほうほう、楽しそうっすね。出演する、舞台員の皆さんは、ナモメジオンさん、A 級のイカンさん、シーアヤさん、ヤンヤヤーさん、グランドールさん、スレイヤーさん、シマさん、マークスリーさん、ダニャーさん、星熊ユーミさん、アルザさんです。ずいぶん、集まったっすね。そうですわね。演習場でのイベントは、初めてですので、どうなるのか、楽しみです。これが、サブフライトシステムってやつっすね。そうですの。ギャルさんを気をつけて。ジークジオン!ジークジオン!うおー、飛んでるっすよ。意外と操作は、もっさりしてるっすね。極端な小回りは、できないみたいっす。皆さんを映しながら飛ぶのは、結構難しいっすよ。ラルさん、景色はどうですの?眺めは、最高っす。サナエさんも、一緒に飛べたらよかったっすね。サナエさん、って、いつものように、サナエちゃんでいいですのに。いやぁ、嫌だなぁ。一回だけでいいから、サナエさん、って、呼んでみたかっただけっすよ。そうでしたの。最近のサナエちゃんは、大人っぽくなったから、サナエさん、って、呼んでみたかったんす。あら、大人っぽいだなんて、ラルさんったら。指揮官からの指示です。そうそう、私ラルさんに、お尋ねしたいことがあるんですの。僕にすか、どんなことすか。その、以前に、ラルさんがお話ししていた、金髪の、初恋の人について、もっと詳しく、教えてほしかったんですの。おーほっほっほ。金髪の、初恋、すか?はい、そうですの。金髪、初恋、戦略兵器の軌道を確認しました。ラルさん、覚えていないんですの?そうか。いや、思い出したっす。ここまでの戦況を誰が予想できたか。あれは、確か、ジンバラル邸に行った時のことっすね。ジンバラル邸?そう、ジンバラル邸っす。詳しく、覚えてるんですの?少し、話が長くなるっすけど、いいっすか?ぜひ、お願いします。そうっすか。どこから話したらいいかな。兄貴のラルが、士官学校時代の時っす。兄貴の名前と、読み方が似てるってことで、一統合した、ランバラルって人と出会うんすよ。ランバラル。そう、今は士官として、活躍してる方っすね。そして、後に、一人の女性をめぐって、三角関係になるっていうのは、置いといて。置いておくんですの?今回の話とは、関係ないっすからね。ある日、ランバラルの実家、ジンバラル邸に、招かれたんすよ。その時に、僕も一緒に行ったんす。そこで、金髪の女性、少女に出会うんですね。その通りっす。名前、お名前は、覚えていないんですの?名前っすか。確か、
みんなからは、アルって呼ばれて、可愛がられていたっすね。ジークジオン、アル、いいお名前。その時、何をして遊んだとかは、知らないっていうか、覚えてないんすけどね。確か、その時一度しか、会ってないんでしたわね。そのはずっすね。はず？いやー、ごめんさなえちゃん。ほとんど、覚えてないんすよ。10年近く前の、話っすからね。壊滅状態です。確かに、ずいぶん前ですものね。でも、教えていただいて、よかったです。ラルさんと、お兄さんのラルさんは、全く同じ読み方で。ランバラルさんの、ランバと、走る場は、読み方が、近いんですのね。そうっすね。走るを英語読みすると、ランスからね。あらあら、私としたことが、つい、ラルさんにとってつまらない話を、グダグダと、おうほっほっほ。さなえちゃん、全然気にすることないっすよ。アルのこと、ずっと気になってたんすね。さなえちゃんのその気持ち、よくわかるっすよ。ラルさん、なんだか、恥ずかしいですー。あははは、僕もちょっと押しすぎましたな。この話は、もうおしまいにしましょう。はい、そうですわね。では、最後に、戦略兵器体験実験を、3本まとめてどうぞ。起動範囲から退避してください。さなえちゃん、可愛い顔して、怖いこと言うっすね。こんな危険な状態の時に、可愛いだなんて。いやー、そういう意味では。戦略兵器の起動を確認しました。二発目っすか。起動範囲から退避してください。ジークジオン、ジークジオン、 X の耐久値が残り 50% 以下。体験した男女は、何でも結ばれやすいはずだ。さなえちゃん、今なんて言ったんすか。爆発音で聞こえなかったっすよ。で、もう一回っすか。今回のイベントはこの辺で。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。おっと、一歩踏まわれましたね。さなえちゃんと言いましたかな。とってもいい子ではないですか。すっかり弟に惚れてるようで。さっきのイベントや、この写真を見る限り、弟も、いい仲間を見つけたようだ。霊夢さんのお仲間の、さなえさんに近づいてみたが、これはこれで、別の意味で、いい収穫があったと、するべきでしょうな。